はい、本日はですね、このヒーターについてお話しします。で、天体写真は、まあ、夜中ね、まあ、一晩中かけて撮影するもんですから、このレンズですよね、まあ、ガイド鏡だとか望遠鏡のこのレンズがですね、曇ってしまうことがあるんですよ。まあ、結露ですね。で、まあ、条件によってはね、曇らない時もあるし、曇る時もあると。まあ、気象条件や下がね、下がコンクリートだとか土だとか、あとは風向きとか、そういうことでね、結露したりしなかったりします。で、一度結露しちゃうともうどうにもならないですよね。もうこういうヒーターつける以外ないんで。ですから確実に撮影を成功させたいんだったら、こういうヒーターっていうのは、つけといた方がいいと思いますよね。で、ヒーターなんですけれども、まあ、いろんなヒーターあるんですけども、おすすめとしてはね、こういう USB 電源のヒーターが扱いやすいと思うんですよ。で、赤道儀のコントローラーとか、こういうシガープラグから、シガープラグから 12V で取りますよね。ですから、まあ、12V 電源はあると思うんですけども、その 12V 電源ですね、こういうふうに 5V の USB 電源に変換するアダプター、これね、カー用品店とかで売ってますよね。車の中でね、スマホ充電したい時にね、使うやつですよね、これ。こういうのね、こうシガープラグにつけていただいて、まあ、ここから USB 電源取れますので、で、まあ、これ USB 電源のタイプのヒーターが使いやすいんではないかと。で、私がね、いつも使ってるヒーター、この2つなんですよ。ガイド鏡用と望遠鏡用で。で、下にね、リンク貼っておきますけど、これ私どこで買ったかって言いますと、まあ、検索、ね、ネットで検索すると出てくるんですけど、ヒーターの横田っていうので検索すると出てきます。で、こっちのね、ガイド鏡用のヒーターが、タイプ 6M っていうやつですね。タイプ 6M っていうやつ。で、こっちの望遠鏡用のヒーターが、まあ、タイプ 7M っていうもんですね。でね、望遠鏡用のヒーターね、結構、まあ、他のメーカーのでも何でもね、結構選択肢あるんですけど、こっちのね、ガイド鏡用のヒーターってなかなかないんですよね。こういうちっちゃいのがね、なかなかない。で、最近ね、このオートガイドカメラにね、ヒーター用の電源つけたんですけども、まあ、カメラから電源をちょっと横取りする感じなんで、あんまり消費電流ね、大きいのはつけられないんですよね。せいぜい 400mAh ぐらいまでしかつけられないんですよ。こうね、カメラの電源から横取りしてるん で、そういう、ね、少ない消費電流なのもなかなかなくてですね、このヒーターの横田さんのタイプ 6M 以外ちょっと探したんですけどね、ちょっと適当なのが見当たらなかったんですけれども、はい、まあ、この2つを使っています。でね、ちょっとね、消費電流測ってみたいと思うんですよ。USB 電源の消費電流測れる、こういう便利なものがあるんで、これでね、消費電流測ってみたいと思います。まずね、こちら望遠鏡用の方ですね、こっちの大きい方、測ってみますと、660mAh ですね。 5V レベルで 660mAh です。まあ、割とね、いろいろあるヒーターの中ではね、少ないタイプですね。で、こっちのね、ガイド鏡用の方がどうか、こっちもちょっと測ってみますと、こっちは、ね、380mAh です。非常に 低消費電力ですね。こっちが 660mAh で、330mAh ですね。で、こっちのね、望遠鏡の方のヒーター、他にね、何かいいのないかなと思って、で、Amazon でね、検索するといっぱい出てきます。Amazon で例えば、天体、結露防止ヒーターとか梅雨よけヒーターとか、まあ、そんなんで検索するとこういっぱい出てくるんで、で、私2つほどね、買ってみました。2つほど買ってみました。一つはね、こっちの SV ボニーっていうのかな、これ。最近出てきた望遠鏡メーカーですよね。最近よく聞くんですけどね。
まあ、望遠鏡のメーカー用のですな、望遠鏡メーカー用なんで、ちょっと望遠鏡 には安心して使えるところありますね。でね、温度調整、3段階の温度調整がついてるんですね。これも便利かなと思って。でね、これ長さが3種類あるんですよ。320ミリのタイプと400ミリのタイプと480ミリのタイプ。で、これね、真ん中の400ミリのタイプです。ちょっと巻いてみますね。はい、ちょっと巻いてみます。いい感じですよね、400ミリでね。で、ちょっと消費電流を測ってみましょう。で、ここにスイッチついてるんで、1回押すとローですね、もう1回押すとミドルで、もう1回押すとハイですね。まずローにしてみます。ローにすると、消費電流が結構いってますね。ローなんで電流を抑えてるんですけど、このオンオフ制御で電流を抑えてるんですよ。オンにしたりオフにしたりオンにしたりオフにしたりを繰り返して、でその周期が結構こうゆっくりなんで電流計が安定しないんですよ。多分ね、中間値で言うと 800mAh ぐらいですかね。 800mAh ぐらいだから、ローの時点でも 800mAh ぐらいなんです。結構大きいですよね。さっきのこちらヒーターの横瀬さんが 660mAh なんで、じゃあ次ミドルにしてみますね。ミドルにすると、まあ、1.5A ぐらいですかね。 1.5A ぐらいで、ハイにしますと 1.76A ですね。で、ここにね、2A って書いてあるんで、まあ、マックスで、まあ、2A ぐらいってことなんですね。で、これね、5V で2A でしょ。12V レベルで見ると、12V で 800mAh なんですよ。これね、結構な量です。結構な量。大きいです。 12V で 800mAh って言うと、小さいポータブル電源だと一晩持たないと思います。他にも電気使えますんでね、赤道儀にも使うんで、赤道儀だと 1A ぐらい使えますんで、でヒーターだけでまあ 800mAh でしょ。もうそれで 2A ぐらいだから一晩持たないですよね。ですから突然ね、曇っちゃってすぐ、雲取りしたいっていう場合はこのハイでいいんですけれども、曇ってなければね、このローのね、ローの位置で使ってもらって、はい。でですね、天体用のヒーターってね、そんな電流いらないんです。そんな熱くする必要ないんですよ。アマゾンとかでね、こういうカメラ用のを売ってるんですけど、カメラ用のっていうのはね、雪山だとかに登ってこうバッグから出したらこう急曇っちゃったとかで、急もうすぐ、曇りを取りたいっていう場合で、まあ、ですから割と消費電力多めなんですけど、天体望遠鏡の場合はこのもう最初からね、もうじわーって温めとけばいいんで、そんな消費電流ね、いらないんですよね。じゃあね、もう一つアマゾンでね買った、これちょっとノンブランドなんですけれどもね、ノンブランドってことはないのか、ちょっとね、いまいちなんていうメーカーか分かんないんですけど、こういうようなもの買っていましたんでね、これはどうでしょうかね。これすごい安かったんでね、買ってみたんですけど、大きさ的にはちょうどいいかな。消費電力測ってみますと、1.25A ぐらいですかね。ですからこっちの SV ボニーのミドルよりちょっと低いぐらいかな。そうですね、これね、テルス
さってほんのり暖かくなるぐらいでいいんで、あんまり暑いってなるとそれも温めすぎなんでね。そういった意味ではこの3段階切り替えで、まあこのローね、ローミドル入って切り替えられる、これは便利かなっていう気がするけど、でもローでも結構な値でしたよね。こっちのヒーターの横津さんがこっち 660mAh なんで、私いつもこれ使ってて困ったことないんで、ですからまあ消費電力節約したんだったらこれいいかもしれないですね。はい、ということでね、今日はヒーターについてお話ししました。